ウィリアム・ブラッドフォード、アーティストフォートグラファー、ルッキング・アウト・オブ・バトル・ハーバー、1877年。ウィリアム・ブラッドフォードは、マサチューセッツ州ニューベッドフォードに近い、フェア・ヘイブン出身のアメリカ合衆国のロマン主義の画家、写真家、探検家。彼の初期の作品は、ニューベッドフォードの鳩場に停泊する数多くの船の姿を描いたものであった。1858年。 彼が描いたヌーベッホーハーバー・アット・サンセットという作品がアルバート・ビアスタットが主催したニューベッドフォード美術展に展示された。ブラッドフォードは特に北極の環境を背景にして船を描いた作品で知られていた。ブラッドフォードはアイザック・イズラエル・ヘイズ博士の北極圏域にも何度か同行し、アメリカ合衆国の画家としては最初に 北方の氷に閉ざされた世界を描いた。1862年当時、彼は、ボストンで、チャールズ・ドーマン・ドビンソンに絵を教えていた。ウェーラーフィッシング・ベッセルズ・ニアザ・コースト・オブ・ラブラドール、1880年頃。1869年、ルグラン・ロックウッドに、資金の提供を受けたブラッド・ォードは、写真家ジョン・エルダンも、あとジョージ・クリッチャーソンと共に、帰 パンサーに乗船して北極圏を目指す旅に出た。その期路にブラッドフォードはロンドンで2年間を過ごし、その間に北方への旅の記録をまとめたザ・アクティック・リージョンズ・イラストレーテッド・ウィズ・フォトグラフス・テークン・オナー・アート・エクスペディション・ツー・グリーンランド・ウィズ・ディスクリプティブ・ナラティブ・バイ・ザ・ーアーティストをロンドンで出版した。1874年、ブラッドフォードは ナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選出された。ブラッドフォードは組織的なものではなく同様の傾向を持つ画家たちの非公式なグループであったハドソン・リバー派に近い立場にいた。彼はこの一派の技法を取り入れ、特に水に当たる光の表現、それが水面や画面全体の雰囲気に与える効果に関心を寄せた。多くの作品において、 彼は構成のバランスを取るために、中心的な画題と対比される画題を導入し、画面の周囲に比較的暗色を多く配置して、縁取りをするとともに、中央に置かれたより多く、光を当てられた画題を際立たせた。ありがとうございます。